ージデマ1割信じたネットで拡散最多は20代民間調査北海道地震や大阪北部地震など大規模災害に際しインターネット上で広がるデマが問題となる中災害時のデマを信じた経験を持つ人が 9.4% に上ることが9日民間企業の意識調査で分かった調査はインターネット接続大手ビッグローブが8月スマートフォンを持つ20から60代の男女1000人を対象に行った災害時にツイッターなどで広がったデマに騙された経験について全体の 9.4% があると回答ないは 66.4% わからないは 24.2% だったあるの最多は20代の 14.5% で最低は60代の 4.5% だった災害時のデマをどう思うか尋ねたところ発信者を特定し取り締まるべきだが 67.3% に上る一方混乱は仕方ないも 26.1% いた混乱すれば面白い 2.9% 自分には関係ない 2.8% との回答もあった同社は災害時の情報は緊急性が高そうなものが多いが一旦冷静になり情報の発信元などを確認してほしいとしている